ブダペストコルビヌス大学はハンガリーの首都ブダペストに本部を置く大学。経済学に特化した教育機関で2000年からは他の大学の併合を進めている。ハンガリーにおける経済学と小学の教育は1763年まで遡る。ブダペストコルビヌス大学は王立ハンガリー大学経済学部として1920年に設置された。この学部は 大学という用語も用いていたが、実際には単一の独立機関であった。1953年、カール・マルクス経済大学に改称。1991年、行政大学と併合して、ブダペシュと経済行政大学に改称。2003年、演芸大学と併合して、現在の大学名に改称した。コルビノスは、ハンガリーをマーチャーシュ一世にちなむ。 本部胸、ブダペシトコルビヌス大学は以下の7つの学部から構成される。園芸大学と併合する前の2003年に時点で大学には620人の教員と16,537人の学生が在籍し、同年に2,721人の学生が卒業した。2006年現在、17,000人の学生が在籍する。教育はハンガリー語のほか 英語とドイツ語でも行われている。ハンガリー国外から入学する学生が増加しつつある。グランドマーケットホールの隣に位置し、ダニューブ川を挟んで、ブダペッシュと科学技術経済大学が拠点を構える、ブダペッシュとコルビヌス大学の主要事務所は、ミクローシュ・ユーブルが設計した新ルネサンス様式の建物である。1874年に完成し、 1950年と1989年から1990年に大規模な修理が施された。ありがとうございます。